スペクトラムの豊田です。1分間でお願いします。純粋な憧れです。周りに起業家が多かったのと、まあ、中学の文集でも、起業して東証一部上場するって宣言したり、新卒で入社したコンサルでも常に意識してました。いくら準備を重ねても打席に立たなかったら相手の球威だったりとか球筋は読めないですし、正しい失敗を積み重ねることもできない。なので打席に立つってことは正義だと思ってます。亡くなって34年経ちますが、未だに家族の話題の中心、敬愛されてて会社も健全、そんな大黒柱に僕もなりたいなと思ってます。コンサルタントだったら誰もが読む本なんですけれども、ビジネスにおいて僕が一番重要と思うのは構造化。これを体系的に理解でき、かつ実践方法も学べる素晴らしい本だと思ってます。僕にとって成し遂げたいことっていうのは、ありますけど、どちらかというとそれは夢よりも目標っていうところで流動的なんですけれども、生かした生き方を したいな、家族から愛されたいなっていう思いは不変の